バナナのガトーショコラができました。ちょっと入れ物が見づらいかな。断面はねこんな感じでとっても滑らかです。食べてみます。ね、冷蔵庫で3時間ぐらい冷やしたかな。いただきます。うん、おいしい。バナナとチョコがねすごくよく合いますね。あと卵、材料3つしかね使ってないから本当にバナナのガトーショコラって感じですね。うん、小さいバナナ1本とブラックチョコ1枚と卵もね S サイズかな。で、10センチくらいのココット1つ分なんで独り占めできちゃう大きさなんですが、でも結構ね味が濃厚なんですよ。うん、だから食べ応えがあって、うん、2人分ぐらいにはなるかな。とっても美味しいです。ブラックコーヒーに合います。オーブンを使わないからね、トースターで焼くだけでガトーショコラができるのでとってもお手軽だと思います。しっかり冷やすとねしっとりして美味しいです。簡単なんでよかったら作ってみてください。うん、美味しい。今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。